私は三平哲也と言います。私が監督したのは、ベースボールキャンプという映画になります。ここにもちょっと書かせていただいているんですが、母親の遺品から出てきたベースボールキャップ、それがまだ見ぬ父親のものだったという。まあ母子家庭で育った主人公がまあお母さんが急死して、お母さんの遺品からベースボールキャップが出てきて、それがお父さんの可能性があると、死んだって聞いてたお父さんの可能性があるってことでお父さん探しに行くという話で、その中でまあ主人公自体も結婚を考えている女性がいて、まだ結婚してない状態で、その今同棲している彼女とどう生きるか、家族を亡くして新たに家族をどう作っていくのか、で父親いないと思ってた父親と新たにどう向き合っていくのかっていう、そのまあ家族の形っていう、まあ新たな形を作っていくっていう話になってます。そうですね、何かそのまあ小道具をまあ伏線となるような感動できる話をなんか作っていきたいなって考えて作っていった中で、そのまあ僕自体がもう高校まで12年ぐらい野球をやってたんですけど、野球の帽子って高校生の野球の帽子って目指す甲子園とかまあ書いてたり、思いが書いてあって、まあかなりまあハードにトレーニングして目指していくものなんですけど、そういったのが思い出の品として残っている。そこから物語がまあ発生していくっていうのはいいのかなと思いまして、それがまあ最初のこの作品のきっかけですね。野球帽から考えていったっていう内容ですね。もうまあこの日本学さんでもちょっと激推しスチールとかも撮らせてもらったり、実際のまああんまり内容を言い過ぎるとあれなんですけど、この敷地内でも撮らせてもらって非常に綺麗なところで、あとまあベースボールキャップっていう、まあ、このポスターでもあると思うんですが、河川敷で結構撮らせてもらってまして、まあ、大阪出身、僕は大阪出身なんですけど、大阪に住む2人が、まあ、転勤の話もあって、ただその父親探しも、父親が東京にいるらしいっていうの話があって、大阪とまあ東京の話で、大阪の河川敷と、まあ実は大阪では撮ってないですけど、あと東京の河川敷ってことで八王子で撮ってまして、八王子のやっぱ河川敷綺麗で、その八王子の市役所の周りのところも結構綺麗なので、自然と住宅が一体化していって住みやすい街っていうのがすごい分かる景色があったので、そこでも撮影させてもらってまして、やっぱ自然と一緒に生きる、家族を作るっていう時はやっぱ自然のあるところで僕も住みたいなっていうのもあるんで、だからそういう映像を念頭に置いて脚本も書いていって撮影したっていう形ですね。まあ、いろいろあるんですが、一つはですね、もう10月に撮影したんですね。ちょっと前に撮影しました。っていうのは、10月はまあ一番天気がまあ安定してるだろうっていう、10月末にこの作品納品しなくちゃいけないというのがあって、8月9月だとちょっと台風だったり安定しないかなと思ってて、で10月の想定してたんですけど、2週間ぐらい前、天気予報で2週間ぐらい前は晴れてたんですけど、いきなり1週間ぐらい前になったら、その撮影期間中が全部雨のスケジュールになっちゃって、でちょっとずらして、そのクランクインって撮影の前日本当は予定してる前にその日だけ晴れ予報だったので、そこでその河川敷の絶対晴れで撮りたいところをもう撮ったっていう、もうバッタバタなスケジュール全部組み直して撮ったっていうのが一番ちょっと、こんなに10月で天気に悩まされることはないと思ってたんで、ちょっとそこが一番びっくりしたというか大変だった部分ですね。この映画祭は昔から知ってました。僕も何回か企画を出してやっと通ったって、今回も3本企画を出しまして、実は小学生の恋愛みたいなのと、同窓会に行った時に衝撃の事実があるみたいな、そこに隠れた愛があるみたいな、愛をテーマにちょっと取らなくちゃいけないっていうので3つ書いて、そのもう1つ目がこれで、企画通ったのがこれだったので、でもうやっと通ったでやっと取れて非常に嬉しく思ってますし、僕は職業助監督やってるんですが、ドラマ映画の。僕の先輩室で松本監督っていうのがその八王子映画祭の何回か前ですね。で、グランプリを取られてたので、で、その作品も見てたんで、それを同じ映画祭に、先輩と同じ映画祭に出れて非常に嬉しく思ってます。で、まあ、普通の、まあ、ドラマとか映画とかと違って、僕の、まあ、セールスポイントとしては、全シーンワンシーンワンカットって撮ってまして、まあ、職業助監督で僕は、まあ、助監督でドラマとか映画やってると、やっぱカットをいっぱい割って成立させるんですけど、それだとまあ見てる人の感情が切れちゃうなってイメージが僕はすごい強くて、だからもう芝居できる役者さんを呼んで、ちゃんとカメラワーク考えて撮ればワンシーンワンカットで撮った方が多分感情が伝わるという思いがありまして、だから今回はそのワンシーンワンカットにこだわってちょっと撮らせてもらいまして、だから見てくださった方は感情移入できるような撮り方になってますし、役者の芝居もいいので、ちょっとご期待していただければと思います。